10代からやった農業を、はい、20代からでしたっけ？まあ10代から研究で、はい、を捨てられるのかなって、まあ、で捨てて幸せになれるのかなと。農業って世の中ですごくその地位的にね、はい、リスペクトされないポジションにいたんですけども、はい、僕は触れ合ってみてすげえ才能だと。僕は厳しい環境が好きなんですよ、はい、きつい環境が、はい、楽な環境が嫌いで、はい、生きてるって辛さに耐えてるってことが生きてる感覚なんだよなっていう。はい、苦しいことを見つけてそれを乗り越えた要は山登りみたいな人間なんですよね。っていうのが楽しいと思ってるもので、この人生相談でも「山登れ山登れ」って言ってる。で今田中さんが山降りて平気で生きていこうとしてるっていうから「山だよ山」って今もうチェンジの年にしましょう。でこれは俺が言うんじゃなくて俺に言わせるためにおしになってる。大体もう単純なんで、こういう質問したらこう入ってくるだろうかってもう皆さん知ってるはずなんですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。38歳。はい。農業を10代から。はい。元々実家が農家さんなんですか。あ、そうですね。でそれを継がれて。あ、じゃなくて一回うちの祖父の代がやってたんですけど。はい、やめちゃって、はい、それ自分のところから。金の農家をお父さんがされてたんじゃなくて、うちの両親はやってないですよね。だから農地はどうしたんですか？うちの祖父の方から。あ、その貸してたかないかであったわけですか。はい、何単位ぐらい？当時はどれくらいみんな借りてたのが多かったんで、はい、2丁分ぐらいですか。2丁分。はい。6000坪。はい、今は6単ぐらいになってしまう。6単1818,800坪。はい、いちごを作ってるんでしたっけ？はい。いちごはいつから？いちごはもう6年ぐらい前からです。6年前から、はい。それまでは野菜を。あ、そうですね。はい、はい、で今何でしたっけ、借りてるとこそこ以外に、はい、借りてたところが追い出されたと。まだ追い出されたってわけじゃないです。まあほぼ自分のところだけでやってくると生計は成り立ちませんか？なんとか成り立つような感じも。はい。で今回の相談は農業をやめてサラリーマンになるかどうかっていう。サラリーマンの当てはあるんですか？まだ就職先もないんですけど、はい、なんとなくは どんな関係に知り合いのところだったり、そこは最終手段ですけど、はい、自分で基本的に探しますけど、どういう関係の仕事をしようと思ってるんですか？いや、何でも選ばずに、はい、農業をずっとやってきたっていうと建築関係になるんですかね？建築、トラック、建築、介護だとか、はい、飲食だとか人手不足のところはなんとか、面白いかな。その中で楽しみを見つけられれば。あ、仕事以外にってことですか？じゃなくてその仕事で、はい、例えば介護やった時におじいちゃんおばあちゃんを介護していくっていうのは楽しいと思われるタイプですか？兼業でやってましたんで。あ、そうですか。で楽しくできる方なんですか？楽しくはなかったですけど、仲間内はやっぱり人と一緒に仕事するのはいいところがありますね。農業って割とほら孤独じゃないですか。孤独ですね。それよりも人と話しながら仕事してる方が楽しいんですか？楽しくはないですね。自分でやった方がやっぱり楽しいは楽しいんですけど、38って、はい、結構その20代10代と比べると年取ってきたなっていうのを感じる年ではあると思うんですがそうですよ。自分もそうだったんですが、はい、僕はこのソフトオンデマンドを37から起業してるんですよ、はい、でやってみて40で借金返せて、はい、で40からはかなりの高額な収入を得れるようになってくるんですが、はい、ああ10代20代の生き方が全部結実したなと、はい、いろんなことをやってきたものが、はい、このソフトオンデマンドという会社を創業して物を作りながら売っていくっていう、そういうものを全部うまい具合に勉強してきたなと、失敗も含めて、はい、要は自分では気がつかなかったんですが、立派な大木ができてて、はい、その大木に運よくアダルトという花が咲き始めて、はい、それがどんどんいい意味をつけていくっていう、はい、それまでこの木だけあって何の役にも立たねえなと思ってたんだけど、はい、ああいう経験っていうものが全部生きてるなと、はい、っていうのが40以降の実感なんですよ、はい、その10代20代にやってきたことが大した金にならない、はい、力得る何やってんだろうなって自分では思ってたんだけども、ああそういう経験がこうやって結実するんだっていう、はい、た時に10代からやった農業を、はい、20代からでしたっけ、まあ、10代からも研究で、はい、を捨てられるのかな、まあ、で捨てて幸せになれるのかなと、まあいろいろそうなんですよ。ただ本当に家庭菜園でも楽しいは楽しいんですよ、それは趣味の部分があって、まあ、趣味でもあれで、僕はその農業に入っていこうとして、農業のすごい壁にぶつかったんですよ、はい、農業以外の部外者入ってくるなっていう見えないすごい壁があって、土地は持たしてやんねえ、なんかスーツしてきてた人間は信じねえみたいな、はい、っていう壁をすごい感じまして、で10年ぐらい本気でやりました、はい、もうその川上から川下まで、はい、農業は作るだけの川上しかやらないから儲かんねえんだと、はい、作って加工して売る、はい、売る時にも加工するためにレストランを作ろうみたいな、という川上から川下までやろうを、はい、デパ地下に惣菜も出しましたし、はい、八百屋も出しましたし、はい、レストランも何軒も出しましたし、はい、農場もいくつも作りましたし。はい、どれも結果うまくいかなくて、はい、まあレストランが2軒残って野球も細々でやってるって程度なんですが、はい、全力出し切ったなっていうのがあって、はい、でその中で自分の能力が足らなかったってことが今は非常によく理解できて、はい、気持ちいいんですよ、気持ちいい負け方したっていう、はい、だから未練全くないんです、はい、その時に田中さん未練残んねえかなって今やめて、まあ、残りますね決してサラリーマンなんて楽しいもんじゃない。まあそうですね、まあ、口答えするようなことになってるんですけど、まあでも自分はどんな仕事でも楽しみを見つけられれば頑張れますので、それはね、サラリーマンをずっとやってきた人であるならば多分その論法は分かります、はい、なんだけど農業って世の中ですごくその地位的にね、はい、リスペクトされないポジションにいたんですけども、はい、僕は触れ合ってみてすげえ才能だと、はい、僕は百姓百姓って言い方をするんですが、これはもう決して差別用語じゃなくて、はい、100個の仕事ができる人っていう、それに対してサラリーマンって歯車で周りの歯車に合わせて動いていくだけであって、はい、自分の意思は何もない、はい、そこでよどみなく右から来た力を左に伝えていくっていうことができる人間が優秀だって言われるっていう、はい、つまんねえ仕事だなとそれに対して土を良くして種まいて育てて収穫してっていう、はい、0から10まで自分でできる。はい、でこれは本来であるなら自然の力、太陽の力でほとんどできていくんだけども、でも自分がやったって実感が得れる楽しい仕事で、それが儲からないっていう言われ方をしてるんだけど、あれは東北地方の一部であって、雪降らない地域はやり方を間違えなければ利益出るよねと。実際、千葉や茨城や静岡の方々、九州の方々、実は結構儲かってますよ。で、収入が少ないっていうのは、僕から言わせてもらうと、10やる仕事のうちの何割やってますかっていう。要は作って販売するっていうのが10だとすると、はい、僕は作っただけです、5個です 5ですねと、これに加工しますって2加える、はい、それを自分でネットで販売しますっていう10までやる、はい、そうすると収益が2倍なんじゃなくて3倍4倍に増えるんですよね、はい、これがあの日もこれももう言いふらされてる6次産業っていう、はい、これも世の中が6次産業という前に僕はこの6次産業と言わなかったんですが、販売までやりましょうっていうことをずっと言ってたんですが、アダルトビデオも全く同じ論理で、僕が入ってきた時はメーカーって作るだけだったんですよ。作って売り値の半分以下で問屋に卸して、で問屋が23割抜いて店舗が4割ぐらい取っているという形で、僕らは半分以下の収入しかなかったんですよ。なんで問屋が偉そうに抜きやがるんだっつって、自分で流通作るわっつって問屋抜きまして、で店舗に卸すようになって、で店舗が4割で卸したものを大体6割で利益つけて10で売るみたいな形だったのを、こっちに6よこせと。お前ら読んでいいだろうっていうのをこうやってって6にまでしたんですが、そうすると収益が2倍とかになっていくんですけども、というのを経験したもんで、なんで自分で売ろうとしないんだろうかと。今までの一応は JA さんの経緯ですか？あ、じゃなくて自分で売って、手売りで。手売りで。どうやって手売りで？もう知り合いとかスーパーとか自分で持ってってんだ。はあ、それは立派ですね。それイチゴだと、何兆区、今自分の土地は何兆区？ 6単位、6単位、638、1800も。というと、ハウス12個ぐらい作れますよね。もうちょっと、そうですね、まあ長さにもよりますけど。はいはいはい。十分収益になりません？あるんですけど、まあとてもじゃないですけど、一人でできない、やっぱり。まあなあ、繁忙期大変だもんね。そうです。そうね、収穫してパック詰めしてっていう、自分で売るって言ったらと、やっぱりパートさん必要になるね。はい、なんだけど、はい、自分で決定できるのよ。そうですね。これってすごい自由よ。はい。誰かが重要なことを決定するんじゃなくて、自分で決定する、失敗しても自分で反省するしかない、成功したらばなぜか皆様のおかげですって気持ちになるし、それに対してこの歯車で動いていくっていう。俺は何かのきっかけで意欲が少し減って楽な方に行こうかなと。自分もそういう時期あったんですよ。まあそうですね。まあガナリさんも、例えばもう一生稼がなくてもいいお金を手にしたと思うんですけど、はい、その時になんか周りの人とかそういうのは言ってこなかったですか？こっちの方がいいよとか、こっちの方がいいよだとか、こう生きてった方がいいとか、もう楽に生きてった方がいいとか。僕は人の話聞かない人間なんで。聞かないのみんな知ってるから、かみさん含めて誰も俺に何も言わないんですよ。それがいいですね。自分で全部勝手に決めて、それも思いつきで勝手に動くんですよ。大体重要なことって思いつきなんですよ。まあ農業もある意味思いつきでしたし、今やってる民泊も思いつきだし、とりあえずなめでかかって入ってって実際に厳しいことに直面して、そこで僕は厳しい環境が好きなんですよ。きつい環境が、楽な環境が嫌いで。生きてるって辛さに耐えてるってことが生きてる感覚なんだよなっていうなもので、世の中の皆さんが楽しいだろうと思われる、お金があって時間があって何でもできるっていう環境が全く楽しくなくて、何もしなくていいと思うと家にずっと引き持ってる人間なんですよ。と楽しくないんですよ。と苦しいことを見つけて、それを乗り越えた、要は山登りみたいな人間なんですよね。っていうのが楽しいと思ってるもので、この人生相談でも山登れ山登れって言ってる。で、今田中さんが山降りて平気で生きていくことしてるっていうから、山だよ山って今そうですよ。もう例えばの話が、一回生産法人に勤めればないですか。まあそういうのもあるんですけど、はい、儲かってる生産法人、お近くに絶対あるはずなんですよ。ありますね。はい。で、声もかかりますから。ただ、それ入っちゃうと、やっぱりやめられないっていうか。うん。やめられなかったら、それはそれで全然構わないんですが、そういう中で今までの経験を生かして、あ、田中さんが来てくれて助かったわっていう部分って、ただいっぱいあると思うんですよ。人生って、唯一ここだけですよね。あなたがいてよかった。これ以外楽しみないっすよ。オリンピックの選手見てて、すごくそういう感じません？会ったこともない日本人が金取って、なんで俺喜んでんだろう。個人のためだっていうのが今のオリンピックの流行りなんですが、いや、国背負った方が楽しいのにと。大谷君もそうだし、はい、最近大谷君がごたこごたことが食らって、はい、話すんですよ。大谷何してんだって。で、ホームラン打ったって言ったらすぐにネット見て画像を見ようとするんですが、はい、ああいう自分が頑張ることによって絵も知らない人間が喜んでくれるっていう、はい、でそれがどこからかお金になって帰ってくるわけですよ。はい、大谷君が伊藤園のお茶の CM になったら、俺伊藤園ずーっと買ってたんですが、最近違うお茶の方がいいかなって割と飲んでたんですが、また俺伊藤園に戻ってますし、俺そういう人に喜ばせると、こうぐるっと回って大谷君に経済的にも喜びが返ってくるっていう仕組みっていうのが確実にあるなと。田中さんを一番生かす方法って俺は農業なんじゃないですかと。まあそうなんですよね。自分もそう思ってるんですけど、うん、でそれが自分で経営となるとね、農業の作業っていうものはできても、経営になるとまた難しい部分がある。人を雇うにしてもなかなか人が来てくれない、そういう苦労も絶対生まれる、だ時に勤める側であるならば作業に徹底すればいいわけなんですよ。それを続けてた時にまた何を考えてか、もう一回自分でやりたいと思えば土地がある。まあその土地の方が問題が起きて、はい、なかなか自分の土地はあるわけでしょう。そうですね。そこどうも宅地になっちゃったりとか、そういうふうになっちゃうかもわからないって。売っちゃうんですか。いや売りたくないんですけど。あれ何、生産緑地やったの？あ、そういうのじゃないか。まあいろいろなところで今開発がすごい進んでるところで。あ、そうなんだ。つまんないよ。まあそうです。だから。都会の農家さん、はい、うちの近所の立川とか、はい、国立の周辺の農家さん、はい、俺は大家って呼んでんだけど、はい、まあそうですよね収入のほとんどはアパート建てて、それで親父が亡くなるとアパート残すために田んぼを売ってっていう形で、はい、で彼ら夜何してるかっていうと、安いスナック行っておばさんと酒飲んでねっていうまあそれに本当東京のやっぱり田舎っていうのは後追いでなってくんだと思うんですよ。そんなような感じ、そんなようなイメージなんだと思うんですよ。そういう中でね、頑張ってる農家さんもいるんですよ。はい、絶対売らねえみたいな。はい、かっこいいんだよな。はい、かっこいいって俺重要だと思うんですよね。周りの人間にかっこいいと思われる。まあそうですよね。かっこいいイチゴ農家になれると思うんだよな。いちごさ、また品種もどんどんできてくるし、あと今追い風が吹いてきてて、はい、値段も上げられる時代になってきてるわけですけど、やっぱり食料っていう部分があったんで、なかなかこのデフレ時代は値段が上がらなかったんだけども、はい、今はもうこれからどんどん上がってきますよ。完全にインフレにチェンジしてますんで、はい、といいものさえ作れば値段が上がっていく、はい、さらに言うといちごはいいものを作ってデパートが使ってくれると、はい、えらいね高い値段で扱ってくれるし、はい、あとは海外輸出がこれからどんどん増えますよね。はい、多分JA さんとかに相談すれば、そういう、そうですよね。日本食っていうのがこんだけ認められるようになってきた、はい、やっぱりそこで次に来るのがこの野菜や果物のレベルの違いっていうのに気がついていく。当然そういう輸出っていうものが生まれてくる。いちごはね、飛行機で運んでも商売になるからいいっすよ、はい俺昔ね、ドバイにね、大根を売ろうとして、はい、うちの連中たちに行かせて、かつら向き見せたりとかして、えらい評判を受けたのよ。はい、で、ぜひ、七星レストランが欲しいとか言われたんだけど、エミレーツ航空しか行ってなくて、はい、で船で運んだら腐っちゃうっていうんで、はい、飛行機で運んだら、1本あたり5000ぐらい運送料かかるっつって。はいなんと俺はバカなことやってるんだろうっていうことをやってたんだけどもいちごは平気だわ重さ的に値段的にというような追い風が吹いてるんですよ。で農業をこれから追い風吹きます。俺大体ね何でも早く手出しすぎるんですだんだん俺の言ってた農業に変わりつつありますまあ本当にうちの方なんかもまあどうなるんだかですけどまあみんな家族系でやってるんですけどそのお父さんお母さんが亡くなったら潰れていくから、だから残った人間が付加価値が出るんですよ、はい、世の中の人間と逆やんなきゃいけないわけ、はい、今回株価がダーンと落ちたんだけど、はい、翌日ガーッと上がったんだけど、はい、落ちた時に売った人間もうつらい顔してると思うんだけどそうですねもう投機っていうのもみんなと逆反なしくらいですよ。堀江も言ってたわあの時に言ったやつらは投資する権利がないっつってバカバカだわっていう逆張りをしていかなかったら勝てないんで、はい、農業はまさに逆張りする今いいチャンスなんですよ、はい、これを20年前から言ってて20年前ちょっと早すぎたかなっていうのがあるんだけど、はい、今は間違いないなと、はい、あとやっぱ輸出産業にしていくべきだよな、はい日本の技術、はい、日本の風土っていうものは売れるよねと、はい、そういう中でやっぱり野菜はなかなか難しいんだけど果物はいいよな糖度上げりゃ分かりやすくて美味しいって言われてっていうよく俺愚痴こぼしてたんだけど、はい、だから俺は果物やんでんだとかしたんですが、はい、いちごは本当にあとねいちごってね柿と違って梨や柿りんごと違って剥かなくていいから需要が増えてるんですよ、はい、みんなね剥くのが面倒くさいんですよ、はい柿農家が俺はどうしたらいいだろうかって言うから全部剥いてくれっつって言ったんだけど客に何々しろって言うなっつっていちごってその点いいんですよ。でお住まいのところも産地ですよねですよねなんでやめない方がいいっていうであと生産法人に勤めると新しい技術学べますよ。そうですねコンピューター使って何するとかドローンとかなんとかとか。で一回今苦しいんだったら我慢しようとすると人間が余計潰れちゃうんでなんていうのお金は微妙に持ってるんですよ、はい、何年か粘れるとかそうだからそのお金運転よりうちの家族ですが、はい、お母さんはい結婚だねまあそれもあるんですけどただ周りもありがたいことになんかいろいろ紹介してくれるよって言ってくれるんですけど、うん、だから儲からないのかはなっつっていやはったるんだよ、はい、土地売ったら俺は億万長者だっつってまあまあまあありますけどただそれも相続でも揉めちゃいますからあそうなの、はい、兄弟がいらっしゃるんだ、まあ、兄弟がいるんであそうご長男なわけあじゃないんですけど一番下なんですけどでももう継いでるっていう部分で全部もらえないそうですね喧嘩になる間違いなくなりますもう今から揉めてますんでいいね楽しそうな人生でいやよくないです楽しいじゃあ本当に取っ組み合いであるから揉めるわけあるから揉めるのよいや計算すればそんなないんですよいやでも何もなかったら揉めないのよという考え方するなんで俺はこんな兄弟でもめなきゃいけないんだと、はい、おあるからだわ、はい、あるからしょうがねえなって、まあ、そうなんですけどだからうちなんかそれでも多分裁判になると思うんですよだって3分いれば3分の1ずつわけだから、はい、諦めるしかないよ、はい、俺に2分の1を押せって言いますのに、はい、じゃなくて自分は全然それでもいいんですけど、うん、ただもっと少ないだろうとかごちごち言うのがいるんでいるんだはい何人兄弟？ 3人なんですよ。3人なんだ。でうちの母もなんか兄弟とかが悪いと死んでも死にきれないっていう、そうだね気持ちわかるんですけど、そうだね、なら売っちゃった方がいいよそうするとまたそうですよね。いや売ったお金で10倍の土地買えるよ。まあそうですよね、買いましたから、要は、はい、開発されないところ、はい、それがないんですよ。安全地帯がうちの方にないんですよ。もう先っていうんでも話が来ちゃってて、太陽光も来てますし、うん、ああでも太陽光も今かなり問題になってる、ね、問題になってますけども、はい、やっぱり相場の3倍とかそういうので話が、もっと山の方行くんだよ、はい、そうすると通えなくなっちゃいますからね。いやいや家をするだよ、はい、家ごと売っちゃうんだよ。まあそうですかねダメだよ、はい、俺はね日本人が不幸になる一つ、はい、なんで土地にしがみつくんだろうって、はい、何の理由もないのよ、先祖代々だからっつって、はい、そこで自慢にして仕事してるっていうのは困る部分もあるんだろうけども、まあ特にはないんですよ。遊牧民みたいにね、はい、やっぱり農耕民族なんで土地にしがみつくっていう、これ DNA だと思うんですよ、はい、いやいや自分の都合のいいところに移っていくっていう、はい、でその農地という生かすよりも商業地区として生かした方がいいとか、違う形で生かす工業地区として生かせるって言ったら、はい、価値が上がるわけなんで、じゃあそこは譲ってあげて。その金で農業しかできない農地を県外まで含めれば、はい、お母さんと一緒に過ごしやすい町に移ったっていいじゃん、はい、っていうのが、はい、まだできる年なの、はい、何でもできる年なの、はい、ただ今までのキャリアは捨てない方がいいよ、はい、積み重ねてきたことって絶対に知らないんだけど自分の財産になってるんですよ、はい、素人が30、40から地域収納したいんですっていう人間と格が違う、体つきもそういう体になってるはずだしそれが最近もうくっちゃねで不定でして太っちゃっただから、じゃあまたやればねすぐにしまったからあれ施設型もありますし、どこもやってる、施設型の材料だけあるんですけど、はいはい、もう基本的にどこでそう、どこで高いなんだとか台作ってじゃなくて、はい、本当に土に、はい、こだわってるね。そうですか、ね、いやいや、はい、土で作るとやっぱ味違うもんね、はい、ただ腰曲げなしいけないから辛いんだよね。そうですね、うん、でそれでそちらの方の土地を借りて、なかなか観光地の人が来てくれそうなところを借りて、うんやったんですけど、もう観光の上にもなるような、はい、まあそれを目指して作ってたんですけど、そこはちょっと引っかかっちゃって、そういうことね。まあどんどん付けがいいと売れちゃうもんね。ただそこも青地で、ラダジさんも分かりますかね、農業しかできない土地で、市街化調整区域がここに聞いて、絶対ここは大丈夫だっていうところでお墨付きもらってやったんですけど、やっぱり地上げ屋さんとかそういうのが入って、できるのそれを、まあ無理くりですよね。そういうやつらがいるんだね。これからさ、あと35年は働くのよ、はい、75までは働く時代になるから、はい、35年ってさほぼ折り返しだよ、はいでもっと言うと働くのの今までの2倍働かなしだよ。そしたら死んじゃいますか。いやとか年数的に、はい、で考えると、はい、その将来こういうチェンジしといてよかったわっていう、はい、チェンジをするチャンス、はい、今いろんな問題が起きた、家族との問題もある、はい、土地の問題もある、はい、お母さんの問題もある、はい、っていう部分で、それをなんとかこなそうとするから苦しくなるんであって、はい、あ、チェンジするチャンスじゃないかと、はい、今のまんま生きていきたい。でもお母さんが年取ってしまった、兄弟で土地の問題もある、借りた土地も借りれない、維持しようと思うと辛いんだけども、はい、これリセットするチャンスじゃないかと、はい、あの時にああいういろんな不幸があってリセットしたおかげで70代の俺こんな楽しく生きてるわ、はい、ここでね、もう何度も言ってんだけど、俺ねじじいにならないと思って生きてたのよ、はい、俺死なないと思って生きてたの、はい、なのに気が付いたらじじいになってるわけで、将来のことより今が大事なんだと思ってたのに、はい、いやー今は将来にあるんだなとそうですねで20代とか若い頃の苦労は、30代の苦労は楽しい思い出なんだけど、はい、今の辛いことは辛い思い出になりそうだなあ、よかったわ苦労しといてって思うもんで、はい、今将来のために苦労しようと思ったら今をそこそこなんとかこなそうじゃなくて、将来のために大きく動くチャンスだっていう、はい、これはね俺が言ってんじゃないからね、まあ、皆さんそうなんですよ。やっぱり医大のうちの方でも本当にでかい農家さんだとか、はい、そういう酪農家さんも必ず1回はチャレンジしてるんですけど、はい、はい、それでもうでっかくなって、はい、成功されてるんで、まあ、1回は何か賭けじゃないですけど、いや賭けってことじゃないですけど、まあ、ないない、スライドしていくって感じかな、はい、環境にいいところで、はい、農業を始める、はい、その際に販売もしやすいとか、はい、近くにすごく流行ってる道の駅があるとか、はい、いいスーパーさんと契約できるとか、も含めて、はい、で JA さんが非常に応援してくれるとかというのを関東近県で探せば絶対ありますんで、はい、これ逆に言うとね、10年後ねみんな農業やりたいって言ってる可能性もあるっていう食料危機がやってきてそうですね。ともう農地なんか絶対手に入らないって可能性も十分あるんですよ。はい、もっと言うと20年後30年後で言ったら絶対来るだろうなと思います。まあそこら辺のは何かしら来るんでしょうけど、なら今のうちにその基盤作っていく。はい、でお母様も介護とかしやすい。まあ冷たいこと言うんですけど、もう施設に入るっていうのは決まってるわけじゃないですけど、本人も希望で、はい、それはわかる、俺も絶対施設に入りたい派なんで、やっぱりね、若い人間に迷惑になりたくないって、その前に死にたいっていうのが一番の希望なんだけど、生き縄ばれた時には施設っていうのは考えてまして、であるならば施設も近くにある、あります、あるから入んなきゃいけないのよ、ないかもしんないじゃんとか言って探そうないやつが多すぎんのよ、あると思って探すとあるんですよ、うちの母は小笠原のあれですよ、あったかいところで、小笠原出身なの、あ、じゃないんですけど、なんかあったかいところで死にたいなって言って、小笠原は多分そういう施設ないんです、なんかでもあるはあるみたいなんで、あるの？はい。あったかいところで見てもあったかいみたいです。うちの母は小笠原出身なんです。あ、そうです。だから小笠原行ったことあるんで。あ、そう。いや別に小笠原は別にそういうわけじゃない。台風来るからね、そこ。だったらじゃあもう千葉の南房総とかいいよ。あっちの方行くとね、千葉とは思えないぐらい田舎だから。農地もいっぱいあるし、はい、っていうのを余裕が今経済的にあるなら、はい、数ヶ月かけて探してみるっていう、はい、でそこだったらもう一回やる気になるっていうところを探す、はい、もしくはそこのところにいきなりじゃなくてまず生産法人に勤めて、はい、でやっぱり顔見知りになるってすごく重要じゃないですか、はい、そこで信頼得て独立させてもらうっていう、はい、ようなもう。チェンジの投資にしましょう。そうですね。で、これ俺が言うんじゃなくて、俺に言わせるために欲しいんだって。まあそういうのも背中をしてもらいたくもあるんですけど、大体もう単純なんで、こういう質問したらこう入ってくるだろうかってもう皆さん知ってるはずなんですよ。ということはそう言えっていうふうに。ただあとはでも自分は本当に働いてみるっていうのもどうなのかなっていうのもあってきたんですよね。いろいろな今まで買ってきた資材とかも今資材も高騰してるんで、全部売っ払っちゃえば買った時より高くなるんですよ。でまとまったお金がもう入っちゃいますので、であるなら一回仕留めてみるのが反対じゃないで、1年もしないうちにやっぱり飲むんだろうって失敗して後を絶つっていう可能性があると思うと、なんかつらい、絶対何やったって辛い時が来るんで、あっち行っときゃよかったじゃないかっていう迷いが出ないように、行ってみたらひどい思いしたと。農業を自分でやってきた人間がね、勤めるって地獄だって。そうですかね。地獄。で、俺ね、サラリーマンっていうものに対する概念があって理想論なんだけど、例えばの話がテレビを作りたいから日本テレビに勤めるとか、日本の文化作りたいから電通に勤めるとか、日本の食料やエネルギーっていうものを調達したいから商社に勤めるとか、そういう大きな仕事をしようと思ったらサラリーマンにならないとできない。もしくはこういう勉強をしたいからこういう会社に勤めるのかっていうのは反対じゃないんだけど、好きでもないのに収入を得るためにサラリーマンをするっていうのは理想論じゃないよね。それ以外ないからしょうがないからって勤めるのは、まあ、それはもう否定はしないんだけど、農業っていうものを持ってるのにそっちに行ったら俺はつまんないことだらけになるっていう予測ができちゃうんだよ。いや介護したいなんとかしたいっていう目的があるならいいんだけど、今のお話は生計のために勤めようっていう、であるならできるものは何でもいいっていうお話だったんで、そのタイプは辛くなると思いますよ。でっかいトラック買ってデコレーションして走りたいんだっていうんだったら反対したいんだけど、ただ物を作るってね、本当に楽しい仕事、苦しいけど、俺はその仕事やってきてよかったわっていう。例えば話が物を作らずに1万円儲けるのと、一緒のものを右から左に動かして1万円もらう、自分が作って苦労してそれが1万円で売れる、1万円2万円で売れて1万円儲かる、価値違うから、俺を認めてもらったって感覚なんですよ。俺の作ったものをその人が喜ぶってことは俺の存在を認めてくれたっていう、それに対して物を作ってない人間ってその感覚がないんですよ。味わえないんですよ。それをまあ1年でも2年でもやってみて、あ、高橋の言う通りだったわとじゃあしょうがない、千葉の南房総と探してもらっていうまだ十分に時間ありますんで、余裕ありますんで、後悔のないように行動していくっていうことでは、経験されるのは全然僕は否定しないんですが、で家族の問題っていうのは残さない方がいいんで、俺だったらば売っちゃいます、その人たちがお金に変えることを望むんであるならば、分かったと、俺は別にその金でまた農地買うから、皆さんがそういうんだったら売りますよ。そうするとやっぱりあれなんですね、いやそれは母が決めることだとか、そういうふうになっちゃうんですよ。お母さんに俺は説得します、このままでいくと兄弟が喧嘩になっていく、俺もしたくないし母もしたくないでしょと、であるならば彼らが望んでるのはこれをお金したいらしいんで、なら売ってきれいに3分の1分けて、で俺はその3分の1で買える土地を探して農業をやろうと思ってるっていう、これ農業がやるバージョンの時なんだけど、まあだからその1年な2年勤めてひどい目にあってからでもいいんだけど。そういう形の解決を俺だったらしちゃうなと。欲の戦いなんで、そんなのに巻き込まれたら何もいいことないんで、それを避ける方法は自分が欲を持たないこと、それと揉めるってことは欲と欲の戦いなんですよ。自分も欲を持ってるってことなんで、俺はそういう時には捨ててやるっていう、俺はいらないわ、自分も10歳若ければいらねえよって言ったんですけど、別には3分の1の正当な部分でもらうって部分で分けてしまって、きれいさっぱり、俺は兄弟で切るからっていう、やだよ兄弟でごめん合う、俺なんかあれだもん、少ない遺産だったけど母親が死んだ時に3分の1育ててっつってくれるって言ったので、俺いらないっつって、俺1000万母親に借りてたんで死ぬ前に母親が「お兄ちゃんたち知らないからこれは大丈夫よ」って言ったんだけど、さすがに俺ねいらないっつって、あ違うわ、結婚式用に母親が結婚を望んでたんで、結婚式用に300万もらうと、それ以外はいらないからっつって放棄したんだけど、そういうので兄弟で揉めれば嫌だなっていう、母親も当然嫌だし、なんで欲と欲はぶつからないようにしてほしいっていう、でそういう問題はすごく自分の能力精神力を減退させますので、早く解決してもらった方がいい。だからもうあれなんですよ、公正収支を書いてくれって言ってるんですよ。はいはい。だからそれをやっぱりうちの母が書きたがらないですよね。それはね、多分田中さんも農業を応援したいっていう部分で残してあげたいっていうのがあるんじゃないかと思う。なんで俺はいいからと、これでまた違うこの資金を元にして農業なり違うことしようと思ってるんで、心配しないでくれって言えば、多分それはお母さんが一番喜ぶ道なんじゃないのかなっていう、勝手に想像で申し訳ないですけど大体母親なんてどんな母親も同じこと考えますので、そこでやっぱり家に残って面倒見てくれてる息子を一番に考えてしまうっていうのはあっても上だと思いますので。なんですけどうちの兄も可愛いみたいで。あ、ちょこちょこ顔出したら大丈夫ですか？いや、知らないんですよ。そうなんですか。まあ好き嫌いはあるからな。ただ自分が家にいる時は絶対来ないですから。あ、そうなんですか。あ、そういう関係であるならば、兄弟は他人の始まりって言いますので、綺麗に別れた方がいいでしょうかね。そういうものが残ってるとずっと触れ合わなきゃならないんで。なんで、まあ、ここに来てくださったことをきっかけに大きく変化するチャンスなんだと、その変化が20年後30年後40年後に時にこう動いてよかったわってことが想像できるチャレンジ、時にそこら辺にある紹介だなんとかで勤めることは、俺は20年後30年後にいい動きをしたとは言わないと思うなっていうで、農業は楽しいですから、食えれば。まあそうですね。で、食えるんですよ、実は。サラリーマンが年収600万で東京で暮らしてるって言ったら、実質使える金額なんか200万ですよ、家のローン払ったりとかして、それに対して田舎にいたら、食費はほとんどがいらないし、家賃もほとんどいらないみたいな形で、使える金額変わんないよね、200万円であってもねっていう。で、田舎にいりゃ金の使い道あまりないし、はい、まあそうですね。俺は都会でずっと農業と触れ合わずに来てきたもんで、逆に農業で田舎で暮らせる人たちに羨ましいなと思ったんだよな。そこに土地があったら最高だよね。お前何度かのところの三男坊の何々かとか呼ばれるようなコミュニケーションがあったらとても楽なんだろうなっていう、そんなところはあるんですけどね、親さんに俺世話になったからよとかいうようなコミュニケーションだったら最高だなっていう、そういうのを都会では嫌がるみたいなんだけど、財産なんだよな。そういうのがあるんだったらその土地にこだわると全然ありなんですが、今でも近代化されてるからそんなないでしょ。まあそんなにはないですね。そんなにちっちゃな町じゃないもんね。なんですよ。はい、農業です。農業ですか。いちごをね、野菜とかね、米だったらっていう部分はあるんだけど、もう米は本当にどんだけ大規模化してどんだけ孤立化してるかって世界なんで、でなければお前1兆部あたりで何コンバイン買ってんだよっていう趣味でやってんじゃねえぞっていう考えはあるんですが。イチゴとかは非常に付加価値出していいものを作ればちゃんと値段も上がるっていうの、さらに海外輸出みたいなのもある。俺なんかうちの息子にねずっと言ってるんですよ。お前ずっとロサンゼルスにいたいんだったら俺金出してやるからイチゴ大福やれっつって。売れると思いますよ、絶対外苑に受けるぞっつって、はい、和菓子屋じゃないんだぞと、はい、不器用にいちご大福とそこからキウイだとかパイナップルだとか他のフルーツに流れてもいいんだけども、はい、って言ってるんだぐらい、いちごは日本から輸入したらあいつら驚くからっつって、はい、っていうレベルの違いがありすぎますんで、海外では本当にまともなイチゴ見たことないもんね、はいっていうものを作ってらっしゃるんで、はい、俺は未来あると思いますよっていう。はい、決まってるね。あとこれね、土で作るっていうとまた付加価値でね、うん、やっぱりね栄養成分を与えてね、年齢与えていくみたいなね、はい、それでよりいいものを作るって難しいよね。そうですね。本当に何十年後かになればまた違ってくるとは思うんですけど、うん、付加価値のある農業、人と違う農業っていうのが農業で成功する方法なんだよなっていう。あと南房総行くとね、パパイヤとかマンゴーの品種が。でも面白い人なんかこっちでもバナナとか作ってますよね。はい。バナナはね、そんなに高く売れないんだけど、高く売るとはなかなか売れないんだけど、僕はライチとかが夏初夏に出てくるんですが、はい、生ライチの美味しさを世の中の人は知らなくて、はい、僕中国旅した時に、はい、房で売ってて、はい、ライチって茶色いもんだと思ったら緑色なんだと思って、はい、食べたらえらいうまいんですよ、はい、みんな冷凍物になって茶色くなって入ってくるからうまくないんですが、あれ生だとすごい美味しいんですが、それが宮崎だとか沖縄で作ったやつがその初夏の一部出るんですけども、1個500円とか400円とかするんですよそれでも多少金あるもんで、まとめて買ってくるんですが、ああいうのも面白いし、パッションフルーツもいけますしね、みたいな。南房総いかがですかなかなかでもやっぱり自分は地元が本当にここまで言われてあれなんですけど、俺農家農地がついてて、農地がは5反布ぐらいかなについて、山が2万坪あって、で宅地が数千坪あるんですが、でそこに古民家があって、そこを今年24万円とかしてます。すごいですね。そんな荒れないように手を加えてくれるんだったらいいですって言って、売りたくないんですよ、はい、食料危機のために、はい、でもほっぽりっぱなしになっちゃったもんで、はい、もう24万で月2万円かいですよ。俺8000万で買ったんだよ、はい、と思いながら、はい、そういうところありますんでね、はい、で千葉の農家でね、はい、儲かってないやつ見たことないよ。いや温暖で、あと都市部に近いし消費地に近いっていうのはやっぱり強いよなっていう、っていう移るってことも頭に1個入れてみて、多分今までなかったと思うんですが、自分にとっていい土地に移るっていう、それはすごく自分の将来を可能性を高める可能性がありますよ。とりあえずここでは必ず言ってる部分の、今よりも10年20年30年年取った後の、それこそ働けなくなった後の自分の生活を考えると何をしたらいいかっていうと、まず第一にあるのが家庭もと子供を作っておくといいよっていう。あ、そうですよね。それをやってこなかったんで、まあ全然間に合います俺子供、1人目の子供は39の時ですか結構遅かったんで、はい、昔はあれだったんですけど、農業ってさ、はい、うまくいってる方々って小規模で家庭でやってて、はい、旦那が作って奥さんがネットで売ってるっていう、はい、はすごく成功パターンが多いなっていう、はい、一緒に農業をで生計立てないかと、はい、あなたはネットで売っていくっていうのをやってもらいたいんだみたいなのを募集かけてみたら、私したいっていう人来るかもしれない。いやそんなことないですよまあ人柄の問題なんですけど、自分は結構厳しいんでね。厳しいよ。いや女性に厳しいの？厳しい、まあそうなんでしょうね優しくないんでしょうね。分かってれば優しくできるじゃん。はい、まあそうなんですけど、まあそうなんですけど、はい。朝とかも早いですし、夜も遅かったりとか、休みもないですし。いや、好きな人いますよ。僕は山形でガールズ農場やってたレベルなんで、そういうのをしたがる女の子もいっぱいいましたんで、ただ、基盤できるといいんだけどね、ゼロから今からゼロっていうと、やっぱりちょっと怖がるんだけど、基盤ができて、こういうベースはあるんだと、あとそこでネットで販売してくれると助かるみたいな、という、農業でいい仕事しようと思うと、できれば結婚してないと、少しきついね。収穫もあれでしょうけど、やっぱり、まあ、してた方がいいはいいんでしょうね。うまくいってる農家さんは、いい奥さんがいるよなっていう。仕事だと思って探すべきだね。我慢しないとダメなんですか。いや、何言ってんの。結婚生活、イコール我慢ですから。日々俺我慢してますから。なんで俺このぐらいのね、収入持ってかみさんに何一つ苦労をかけずに経済的なねっていう環境を作ってるのに、なんで俺は毎日こんなに怒られるんだろうっていうなんで娘の方が俺よりも偉いんだろうみたいなただその環境は僕にとって自分を育てる環境なんで、僕が望んでる環境なんですからいちごもそうでしょ。あったかくなってくると美味しいイチゴ作れないよね。まあそうですね。厳しい環境を与えてやらないと植物は。あれ見ると人間ってやっぱり負荷かけなきゃいけないよなっていうのは、農業をやると分かるよね。いい作物を作ろうと思ったらトマトなんて SM の世界じゃないですか。いじめ抜くっていう。十分田中という美味しい実をつけたかったら厳しい環境。怖い神さんを食らうといいっていう。そうですね。みんな紹介してくれる紹介してくれるってんで乗ってみた方がいいんですかね。だったら絶対乗るべきだし、いや仕事と同じように頑張って、今は仕事以上に頑張って、ちょっと土地が売れるんだってことでちょっと。いやそんなことはないですよ。いや経済的な不安を一時的に与え別にすぐっていう、やっぱり単なる恋愛だけで結婚生活ってやっていけないんで、経済基盤って必要なんで、Dベースにおいてはこういうのがあるっていうのはやっぱり女性を探すのにおいては一つの重要なファクターになりますので、お金のことは気にしないとかいう子はやめたほうがいいんですかね。いやいや、全然やめたほうがいいんですかね。いやいや、うちのかみさんそういう感じなんで、あんたに食わしてもらうわけないからって言って。結果としては全然働いてくれないんだけど、もう人が信用できないっていうか、お金お金っていう人がやった方がいいやね。ただそういう人は農業に来ないから、農業好きだって人と出会いたいよね。そうですね。いや本当にいるんで、ただ意欲的な農業やってないと仕方ないんだっていう農業だと魅力がなくなっちゃうので、俺は農業でこういうものを作っていきたいんだ、こうやりたいんだっていうようなものがあると、それを応援したいという女性は農業に限らず必ずいますので、夢を語ってあげて。自分語らないんで語ってください。語ってください。これから農家さん語らなきゃいけない時代なんで、農家さんが語らないもんで、俺はレストランで語り部っていう仕組みを作って農家の代わりにこの作物がいかに素晴らしいか、この農家さんがすごいかっていうのをお前ら語れと、野菜なんてお前食ったって味わかんねえんだと、食べる前にこれがいかにすごいかって言うと、あ、美味しいですってなるんだよみたいなことをやってたんですが、語るべきだと思います。特に販売までされてるんであるから、こう違うんだと、作り方がもう土の部分語ってる、語ってないですね。高腕じゃなく、うちは土でに土耕にこだわってるんですよ。土耕にすることによって微量成分っていうのがただありまして、それが味をさらにおいしくするんですっていうものを語らないと、食べる前に農家さんが「食べてみろ」っていうの「それダメですから」って言う仕方がね。あとくだらないのがね、俺んとこの苗が一番うまいんだっていう、2番目はどこですかっていうと、俺のしか食べたことないから分かんないっていうのもうコントだなっていうダメだよ、美味しいっていうものは食べて、お金払って食べて研究しないとっていう、そういうことを普通にやれば全然農業って儲かるんだけどなやるべきところをやってない部分が多すぎるんだよなっていう。でも自分で販売されてるっていうね、はい、一番のおすすめはね、うん、場所移る、はい、新規って面白いよ。まあそうですね、できればいいんですけど、今がとても楽しんであるならば移る必要はないんですけども、はい、そういうそこにいることによって暗くなるんであるならば、新天地に移ることによって新規一転っていうものが自然と生まれますよっていう、はい、お家も古い家でしょ、昔ながら。まあまあ古い家は古いんですけど。あ、最近建てられたんですか。いや全然、まあ古いっつっても80年ぐらいです安い建て売りでも、はい、新築の家だとなんかウキウキしますよ。まあそうですね、ただ自分落ち着かないんですよあれが。いいえ、すぐに慣れますから慣れるんです人間なんて1年で慣れますから俺なんかね、もう貧乏時代ってあったんだっけって思ってますからでも考えてみるとはるかに貧乏時代ではないんですよ貧乏時代が40年間で金持ちになってから25年なんだけど、もう完全に金持ちになっちゃったなんで、選択肢の一つとして場所を移るまで考える、その将来のために今新しく自分をリセットしてこういう考え方をされると、将来あの時のお前は偉かったになるし、先ほどおっしゃってる染めるっていうのは今のいろんな雑多な悩みから逃げるためっていうふうに感じられてしまったもんで、それは多分後で後悔すると思いますよっていうのが僕のアドバイスです。ただそれの可能性を感じるんであるならば、やってみて失敗に早く気がついてくださいっていうで部材も高く売れるって言っても中古品っていうかなるんで、また買おうと思ったらもっと高くなりますんで、できれば置いといていただけると嬉しいです。そうですよね。車さ、車庫入れに苦労しないんでしょ。まあそうですね、その辺に置いといてってなんでしょ。はい、贅沢ですからまあそうですねそういう贅沢っていっぱいあるんですよ。なんだけど本人たちはずっと生まれながらだから気が付いてないんですよ。それが都会に来て建て売りの小さな家買えると、もう車庫入れでギリギリで、今ね新しいレクサスのちっちゃい車買ったんですが、すごいもうね自動運転本当できんじゃないかってぐらいもうカメラがついて見張ってるんですよ。うちの車庫狭いもんでバッテリー入れようと思うと必ずブレーキかけられちゃうんですよ今までピッピッピだったんだけどギリギリ寄せてるんでベッと止められちゃって「面倒くせえな」って言って止めてんだけど、そういうのもないわけでしょっていうそういういいものが農業ってあるんだよなっていう。とりあえず1個だけ覚えて帰っていただいたのは、何か変わる時なのかもしれない。大きく変わる、今の現状を維持しようと思う、それがひびが入り始めている、なんとかあそこを塞ごうとするって行為は僕は無駄な行為だと思ってて、なら違う器を買おう、割れた茶碗でなんとかしようとしないっていう、そういう発想を人生長いんでしていった方が幸せになりやすいですよっていうアドバイスでございました。はい、ありがとうございます。チャレンジしてください。すいません、農業は素晴らしいです。頑張ってください。ありがとうございます。失礼します。私はコンシェルジュの多度さんです。サードハウスおすすめの遊び方をご紹介します。自転車や電動バイクをお貸しします。海岸線をサイクリングしてみては。歩いて近所を散策するのもいいですよ。他にも波乗り、釣り道具もあるので、近くのおすすめスポットをご案内します。そして中庭にはバスケットコートも。屋上ではドローンを使った撮影や天体観測をコンシェルジュが教えます。花火も3世代で楽しめますよ。サードハウスでゆっくり遊んでみては。